剣に導かれし者か。大いなる戦いの時は近い。お前はそこに魂を委ねるのだな。ならば選ぶがよい。我が力、お前の運命に授けよう。選択はすでになされた。運命の輪は回り始める。それがいかなるものか、我は静かに見守ろう。闇の名獣ザイラーグ、その強大な力は大陸を戦火の渦に巻き込み、人々を恐怖に陥れていた。ヒースベル率いる白竜騎士団は3年にわたる戦いの末、ようやくザイラーグを追い詰めたのだった。遅かったか、ライド、しっかりしろ。これって奴の仕業だ。今ここで仕留めなければ王国は滅びる。弟子たちだ。だが、むやみに突っ込むんじゃない。行くぞ。
か。スベルに育てられたんだ。そんなにヤワじゃねえよ。私だってまだまだ戦えるわ。行くわよ。バックブレイク。もらった。邪魔すんなって言ってんだよ。二人とも。下がれ。くそ、まだだ。ライド、無茶はダメ。俺はまだ死ねない。ライド、まだまだ。
ザイラーグが白竜騎士団によって討伐されました。いかがいたしましょう。ほう、上出来と言っておこうか。いいだろう、すべて予定通りに。はっ。目が覚めたのね、よかった。なんだよ、大げさだな。大げさって、まさか何があったか覚えてないの？確か俺、みんなとザイラーグの討伐に行って、そんで俺が倒したんだっけ？ええ、そうよ。ザイラーグはあなたが倒したわ。だけどそれっきり目を覚まさなくて、みんなで連れて帰ったの。そっか。じゃあここは？ラガン城下にある白竜騎士団の第二駐屯地。あなた1週間も眠ってたのよ。1週間？そんなにか。そうだ、ヒースベルはすっげえ怪我してたよな。もう落ち着いて、ヒースベルも無事よ。とっくに回復して今は城にいるわ。あなたよりずっと丈夫ね。そっか、よかった。傷は治ってるはずなんだけど。でが、なんか変っていうか。それってどんな風に？いや、気のせいかも。それより、なんか腹減ったな。何よそれ、人が心配してるのに。そう言われてもな、ずっと食ってねえんだし。やれやれ、どうやら死にかけたくらいじゃお前のバカは治らねえな。マクシミリアン、レディ、この際一遍死んでみた方が良かったんじゃねえか。どうだろうな、こいつに効果があるとは思え。まあよくやったぜ、まさかお前が仕留めるとはな。メリルやヒースベルに話を聞いた時には耳を疑ったぞ。俺は信じていない。可能性があるとすればただのまぐれだ。もしくは団長が自分でやったことをライドの手柄にしているか。あの時はみんな気絶してたしな、お前が最後に倒れたとこしか見てねえんだよな。ひってえ、それってあいつを倒した後だろ。だったら俺じゃねえか。はいはい、分かった分かった、
そういうことにしとこう。おい、私ライドの食事を用意してくるわ。少し見てて。ああ、よかった、ライドが無事で。本当に入るぞ。キースベル。目が覚めたと聞いたのでな、様子を見に来た。起きていて平気なのか。ああ、もう大丈夫。明日から明獣退治にだって出られんぜ。そこまでしろとは言っていない。まだ休んでいろ。平気だって。これは団長命令だ。今日の戦勝祝賀会もお前は出るな。ここに残っていろ。え、なんでだよ。ああ、そこに座れ。お前のことは師である俺が一番よくわかっている。桁外れの丈夫さも、それを過信して無茶をするのもな。けど助けられんのにただ見てるだけなんて騎士じゃねえだろ。もちろんだ。だがあまりにも強すぎる思いは命取りになりかねん。だから今は言うことを聞け。今夜はネリルも残らせよう。いいな。わったよ、おとなしくしとくって。にしてもヒースベル無事でよかった。倒れんのを見たときは本当どうなるかと思ったけどな。ああ、俺もそう思ったが、どうやらこれが盾になってくれたらしい。それって白竜騎士団長の証だよな。ボロいな、なんでそんなに古いんだ。ああ、もともとは天竜騎士団という騎士団の団長賞だった。天竜騎士団。300年前この世に復活した黒の剣王を倒すため、各種族の精鋭を集めて結成された騎士団だ。剣王が滅びた後も天竜騎士団は存続し、大陸にはびこる名獣たちと戦い続けた。そして150年前には混乱の最中にあった民をまとめるのにも力を発揮した。これがきっかけで当時の団長は新たなる人間の王となった。ラガン王国の始まりだ。マジで？んな話あったんか。それを機に天竜騎士団は活動を終え、皆それぞれが各種族の王者としてすべきことをなすために故郷に戻っていった。残されたのはこの団章とそれを受け継ぐ白竜騎士団のみ。そして我らは忘れてはならないのだ。種族の垣根を越えて集い、無数の闇を滅ぼした騎士たちの思いをな。すっげえ、
そんな騎士団があったなんて。大陸最強の騎士が集まった最強の騎士団か。俺もなりてえな、最強の騎士。単純だな、お前は。その調子では一人前になるまでまだ先は長いぞ。まあそれほど元気なれば大丈夫そうだな。俺はもう行くぞ。待った、言うことを聞くから俺の頼みも一つ聞いてくれよ。なんだ。明日から当分の間特訓に付き合ってくれよな。なんだ、そんなことか。いいだろう、約束だ。ああ、早くヒースベルに追いつかねえとまたザイラーグみたいなのにやられるからな。いや、お前は悪くない。ザイラーグのことは感謝している。なぜあいつが名獣になってしまったのかはわからないが、幼馴染であるこの俺が手を下すべきだった。今夜は冷えそうだ。窓は閉めてから休め。おう。ヒースベル。なんだ。特訓の約束忘れんなよ。ああ、ちゃんとおとなしくしていたらな。ち、ガキ扱いかよ。あれから5年も経ってんのにな。おい、大丈夫か？まだ息がある。外傷は特に見られませんね。凍傷の兆しもない。丈夫なやつだな。とにかく暖かいところに連れて行くぞ。そんな、みんな死んじゃったのか。おっちゃんもおばちゃんも。なんで俺だけ。それでこれからどうするつもりだ。身寄りはいるのか。いるのなら無事を伝えてやろう。いねえよ。母ちゃんは3年前に死んじまったし、他は。そうか、ならば俺と共に来るか。え、騎士になる気はあるかと聞いている。もっともブレイドを使えるかどうかは才能次第だが。
やるよ、やってやる。明獣が村を襲ってみんながやられてんのに何もできないなんて、俺もうそんなの嫌だ。いいだろう、決まりだ。俺の名はヒースウェル、ヒースウェル・クリムハートだ。俺ライド、ライド・ベルフォード。ライド、ライド、ライドってば。いつから眠ってたの？そろそろ夕食の時間よ。もうそんな時間か？ってもう祝賀会始まってんじゃねえか。はあ、ヒースベルたちはうめえもん食ってんだろうな。帰ったら絶対自慢してくるぜ。くっそー、おとなしく言うこと聞くんじゃなかった。ほんとバカね。一緒に留守番させられるこっちの身にも。どうした？外から声がするわ。聞こえない？外から？黒獅子騎士団が。白竜騎士団の残存騎士に次ぐ抵抗はするな。先ほど祝賀会の席において団長ヒースベル以下参加者は謀反の罪で捕獲された。以後白竜騎士団は黒獅子騎士団の監視下に置かれる。抵抗する者がいれば騎士団全体の罪となるぞ。おとなしく我々に従え。繰り返す、抵抗はするな。イスベルが謀反。
キースベルがそんなことするわけねえだろ。行くぞメリル。行くって表に？何言ってんだよ、城に決まってんだろ。こんなん絶対ありえねえ。なんか起きてるんだ城で。みんなを助けに行くぞ。でも。じゃあ見捨てるって言うのかよ。そんなわけないでしょ。わかった、行くわ。でもどうやって城内に入るの？ここから城に入れる抜け道があるんだ。そいつを使っていく。ええ、よし。そのはずなんだけどな。明獣？こんなところに。くそ、やっぱただごとじゃねえ。メリル！ええ、敵が来んぞ。構えろ。
邪魔すんなって言ってんだよ。こいつで片付けてやる。ハックブレイク、やらせんかよ。敵が来んぞ、構えろ。これ以上やらせっかよ。アミリオンブレイド、もらった。ソウルインパクト、バックブレイク、はっ。こいつで片付けてやる。邪魔すんなって言ってんだよ。これ以上やらせっかよ。どうってことねえな。やるしかねえか。はっ、はっ。これ以上やらせっかよ。はっ、はっ。やらせっかよ。はっ、はっ。もらった。バックブレイク、邪魔すんなって言ってんだよ。以上やらせっかよ。はっ、どうってことねえな。
なぜ来た。何これ、黒獅子団長がなぜクオバディス。てめえ、まさか。邪魔だ。その力、貴様には不相応だ。ならば、時を待つとしよう。イスベル、ライト、イスベル、無事か。よかった。これを持っていけ。何言ってんだ、それはヒースベルのもんだろ。今からはお前のものだ。未来を作れライド。白竜騎士団にも負けない強い志を持った騎士団を受け取れ。バカ者、約束する、絶対最高の騎士団を作ってやる。だからだから見ててくれ。期待してThank you.